だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。次の標的はどこ？また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね？あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。やります。分隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。ここで止める。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。次だと。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。やります。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。ここで止める。
で止める。分隊長、これ以上は付き合わねえ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。とも思ったけど仕方ないか。行きます。待って、まだまだ。最後の最後に手強いやつが出てきたな。まだよ。こいつを殺してこの作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。終わりだ、さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。分隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。
やあ。やるじゃねえか。どうも。そろそろ調査兵団の厳しさが君にも分かってきた頃だと思う。ここに来たことを後悔はしていないか？そうか、勇敢だな君は。いずれにせよ、君は新兵とはいえすでに調査兵団の一員として歩み始めている。つまり調査兵団の存在価値は君自身の存在価値に直結する問題だということだ。それを踏まえ、調査兵団が現在置かれている状況について君が感じていることを聞かせてくれないか？私もそう信じているが、調査兵団の外側にいる人々の多くは同じ意見ではない。アンジやリヴァイから聞いた印象では、君は他の新兵よりも観察力に秀でているようだ。調査兵団が活動を続けていくために何が必要なのか、これからも新兵の立場から意見を出してもらいたい。だがそのためには調査兵団の任務についてもっと理解を深めてもらう必要がある。そこで次の任務では私と一緒に行動してみてほしい。いいね。総員、戦闘開始。隣り合わせだ。必ず生きて帰れるという保証は何もない。だがしぶとく生き残り続けている者もいる。願わくは君たち新兵にもそうあってほしい。私は君に期待している。君のような優秀な人材を失いたくはない。さよ、行きます。死に時を見誤るな。どうもお世話様です。調子に乗るからだ、気をつけろ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。行きます。ここで止める。
やります。任務完了。それやっ、ワリナ助かったぜ。恩は返せよ。私だって、私だってさよなら。次の攻撃はどこ？やります。それここで止める。まだまだまだよ。感謝します。心臓は一つだ。死に時を見誤るな。ここで止める。しやがって、生かしちゃおうかね。あいつ凶暴な感じだね。まだまだ。巨人様のお出ましだぜ。この調子で経験を積み、生き抜くすべと実力を身につけてほしい。君のような新兵一人一人が強くなることで、調査兵団はこれからも前進していけるだろう。
ご苦労だった。君の活躍もあって大きな戦果を持ち帰ることができた。さて、私と一緒に行動してみて何か感じたこと、見えてきたことはあっただろうか。また後で君の意見を聞かせてくれ。以上だ。こんにちは。